尾が切断されたエアデールテリアエアデールテリアはイギリスのヨークシャーにあるエア渓谷を発祥とするテリア種の犬であるしばしばエアデールと短縮されて呼ばれている川の中での川うそ料をこなすよう仕込まれたことから水のテリアとも呼ばれるまたテリア種では最大の体格であることからテリアの王様とも呼ばれているトップコートは硬い針金状で アンダーコートは柔らかで毛皮のようであることが求められている。また、この化種のため、ほとんど脱毛がない。毛の手入れは、クリッピングナイフで行い、体毛を引き抜いて取っていく。茶褐色や、大褐色の頭、耳、足であるのが正しいコートカラーとされている。また、区間の蔵上部は、黒色や黒鉄灰色とされ、これはどちらも悪の犬種標準書で許容されている。 切断されず自然のままの尾のエアデールテリアは通常、出生後5日目に切断して短くするが、これは、検種標準書で必須とされていることではない。アメリカ合衆国で見かけるエアデールテリアは大抵尾が短くされている。一方イギリスでは、尾を痛めた場合など切断した方が、犬のために良い場合以外は、切断することは違法とされている。ハサミ状工房のが標準とされている。 葉は、テリアの間で最も大きい。エアデールテリアの頭部エアデールテリアは、様々な作業をこなす。猟犬としてもよく働き、獲物を持ち帰る役目もこなす。動物を、追う傾向、獲物を集めようとする特徴も見られる。気難しく、頑固な一面もある。エアデールテリアは、若干の系統で股関節形成不全が見られることを除いて、遺伝性疾患には、比較的かからない。 多くのテリアと同様に、エアデールテリアには、皮膚炎になりやすい傾向がある。アレルギーや栄養バランスの悪い食事、甲状腺の生産過剰や不足は、皮膚の健康状態に大きな影響を与える。通常はおよそ12年間生きるが、17歳まで生存した例も知られている。ヨークシャー州のウェストライディングにある、他に、エアデールが、犬種発祥の地である。 ブラックタンテリアが祖先と考えられている。19世紀中頃に労働者階級の人たちがカワウソ領で活躍するオッターハウンド犬と古い種類のイングリッシュラフコーテットブラックタンテリアを交配させたことでこのエアデールテリアを作り出したとされている。名称は当初ビングレイやウォーターサイドテリアだったが1878年にエアデールテリアとなった。 1886年には、イギリスケネルクラブが、エアデール・テリアを犬種として、正式に認定した。その時代、裕福な漁師は、猟犬の他に何頭かのテリアの群れを付き添わせて、一緒に狩猟を手伝わせていた。猟犬は、獲物が残した匂いをたどって追跡し、追い詰める。そしてテリアが、獲物が隠れた穴に入り込んでと目を刺していた。テリアは、 一般の人々には気に入られた良犬であった。初期のテリア種には獲物に組みつくのに十分な大きさが求められると同時に彼らが獲物を地下の隠れ家にまで追って捕らえるのに支障がないほどの体格であることが求められていた。明らかにこれらのテリア種は狩猟に参加する資格として人間の指示や援助がなくても地下の暗い隠れ家で獲物に立ち向かえるだけの勇気と 活気を持たなければならなかった。19世紀の中頃、定期的な競技会がエア側に沿って行われていた。それは、テリア犬がその周辺に住む大きな川ネズミを追いかけるというものだった。テリアは、川岸の獲物のネズミがいる穴を見つける能力、そしてフェレットによって穴から借り立てられたネズミが水に入ったのを追って捕らえる能力を審査された。こうした行事の人気が高まってくると、 この作業を優秀にこなすテリアへの需要も起こってきた。その期待に応えるテリアは、オッターハウンドとその時期に一般に普及していた、ブラックタンテリアやブルテリアを交配させることで作り出された。出来上がったのは、我々が今日これがエアデールテリアだと認める足の長い犬であった。この体格は、小回りを利かせて働くのが、流儀のテリア種としても出来の獲物から、 自分の身を隠すのにも大きすぎている。しかし、競技会でテリアに期待される他の仕事はどれも上手にできた。特に水に関する作業が上手かった。この大きなテリアにはネズミを捕獲する技術に加えて様々な才能があった。猟犬の血が入っていることから獲物を嗅ぎつける能力に恵まれていた。また、大きな動物に組みつくのに十分な大きさと体力も持っていた。 そのため、多目的な活躍のできるテリアであった。強力な嗅覚により獲物が銃で傷ついたことを主人に教えることも、その獲物を回収することもできた。またその大きさと気質により家や農場の番犬としても有能であった。さらには、全く合法的な活躍ではなかったが、昔のエアデールテリアの使い道の一つは、 一般人が立ち入ることができない広い所有地内で獲物を密漁するのを手助けすることだった。そこでは、ウサギも鳥も豊富だった。エアデールテリアは飼い主が殺した獲物を取ってきたり、獲物を追って殺したり、獲物が逃げていくのを教えたりすることができた。第一次世界大戦では、戦線で敵の背後にいる味方の兵士に連絡文書を 運ぶためにエアデールテリアが広範囲で利用された。赤十字も負傷した兵士を戦場で発見するために利用していた。警察犬やレスキュー犬として、ジャーマンシェパードが選ばれて採用される以前は、エアデールテリアがしばしば、この役割を果たしていた。アメリカ合衆国では、第一次世界大戦後、戦場におけるエアデールテリアの勇敢さが伝えられ、またセオドアルーズベルト、 カルビン・クー・リッチ、ウォレン・ハーディングといった歴代の大統領がエアデール・テリアを所有したおかげでエアデール・テリア人気が高まった。1949年にアメリカでのエアデール・テリア人気はピークとなりアメリカ・ケネル・クラブによる調査では110の検出中の20位にランクされた。しかしその後は146検出中の50位まで落ちてしまった。 エアデールテリアを飼っていた有名人としては、ジョン・ウェインも知られている。いつも一緒にいたその犬の名、リトル・デュークにちなんで彼は、ビッグ、デュークというニックネームで呼ばれた。そのためか、彼は、デュークという名を本名より好んだと言われている。ABCD、犬種大百科、エアデールテリア。アニマルプラネット。2015年8月16日閲覧。ありがとうございます。